1> 約1億年前、白秋中期の頃の西部、内陸回路西部内陸回路、または白秋回路は、白秋中期から後期、または古代三期の極初期までに存在していた巨大な内海である。以下、本校では名称を西部内陸回路に統一する。北アメリカ大陸の西部をララミリア大陸として2つに分断していた。 現在のアメリカ合衆国とカナダにあたる地域の間を通り、南はメキシコ湾、北は北漁洋に至るまで及んでいた。最大で深さ七百六十メートル、幅九百七十キロメートルに達し、長さは三千二百キロメートルを上回っていた。化石が入っている割れた凝結物付近の EN、ピエールシェイルにて、西部内陸回路は白秋の間ファラロンプレートが、 北アメリカプレートの下に潜り込むことにより生じた。プレートの収束が進行してくると、若く不要性のあるファラロンプレートのリソスフェアが定角で沈み込んだ。この定角で沈み込んだスラブは、リソスフェア基部に静止摩擦を働かせて、それを引き下げ、水面にダイナミックトポグラフィーを生み出した。これが、西部内陸回路の改脈である。 白秋に起こったこの沈下と海水面上昇により、北の北漁洋からの水と南のメキシコ湾からの水が合流して、中央低地帯を水没させ、白秋の間に海を海進、解体させた。西部内陸回路の最も初期の段階は、白秋中期に北漁洋の腕が北アメリカ西部から南に海進して、始まりモリシーを形成した。モリシーは有機物に飛んだ。 結岸層であるモリシェイルから命名された。南では、テティス海の延長であるメキシコ湾が白秋後期にモリシーとながり、完全な回路を形成した。西部内陸回路は、ロッキー山脈から東のアパラチア山脈まで広がり、約1 0 0 0トルの幅を有していたが、その深さは深くとも800から9 0 0ルしかなかった。これは、海としては浅い方である。 日大陸の分水海は、東西から西部内陸海路に流れ込んでその水を薄め、侵食されて低地の海岸に沿って三角ス系の移動を行うシールとの供給源となった。西部内陸海路の東部の海岸はほとんど沈行しなかったが、西部の境界はスビエ変動体を構成する。海岸西部は平均海水面と堆積物供給の 変化に伴って、このように高い変動性を示した。オークリーの 40km 南に位置するモニュメント、ロックス西部内陸海路が石灰室の草類に富み、暖かく、熱帯であったことが広範囲にわたる、炭酸塩堆積物により示唆されており、それら堆積物の異物がカンザス州の至るところに見つかっている。顕著な例として、モニュメントロックスが挙げられる。 これは暴露されたチョークが周囲の地面から約20メートルの高さの塔を形作っているものである。これは国立自然ランドマークとザ・ハチ・ワンダーズ・オブ・カンザスの一つに選定されていて、カンザス州オークリーの約40キロメートル南に位置する。白紀後期に数回、西部内陸回路は無酸素の時代を経験した。そこで低層水は酸素が欠乏し、水中は 層別化された。白亜紀末、ララミー変動と呼ばれる作り山運動によって、サストデ質室の寄水性石湖が持ち上げられた。その時、その間にある盆地が段階的に沈行した。西部内陸回路は、ダコタを横切り、メキシコ湾に向かって南へ交代した。この縮小した時期の西部内陸回路は、ピエールシーウェイと呼ばれる。暁月、申の早い時期では、 西部内陸回路の一部は未だミシシッピーエンブマントの海域を占めており現在のメンフィスの地域は沈水していた。しかしこれより後の海進は西部内陸回路の原因となる以前の事象よりむしろ新生代のテハスシークエンスに関係がある。コロラド州ウッドランドパークにあるロッキーマウンテンダイナソーリソースセンターのエラスモサウルスサウスダコタの白亜層から見つかった 古代の2枚カイイノセラムス西部内陸カイロの様子の想像図。死んだクラオサウルスを取り囲むクレトキシリナと2匹のスクアリコラックス西部内陸カイロは旋回で豊富な海洋生物に満ちていた。西部内陸カイロには、頂点捕食者である全長18メートルまで成長したモササウルスや主張竜であるプレシオサウルスのような捕食性の海生爬虫類が生息していた。 他の海洋生物には、全長7メートルのクレトキシリナや、巨大な、海食性の10メートルに及ぶと推定されるプテカダスモートニア、スクアリコラックスのようなサメ、パキリゾデスやインチョダス及び、全長5メートルで原生の、どの甲骨魚類より大きい重厚な魚類である、シファクティヌスなどの高等な甲骨魚類がいた。 無脊椎動物ではアンモナイト、イカのようなベレムナイトなどの軟体動物、そして白亜紀の名称の由来となった白亜を生成する遠赤藻や有効虫、チ酸虫を含むプランクトンなどがいた。西部内陸回路は初期の鳥類の住み所にもなっていた。例えば、水中を泳ぐための剣道な後足と、飛ぶためでなく操作するための小さな翼のような前足を持った。 飛べないトリヘスペロルニスや葉のついたくちばしを持ち味サしに似ている初期の鳥類イクチオルニスがいた。空にはイクチオルニスの他にニクトサウルスやプテラノドンのような巨大な翼竜が生息していた。西部内陸海路の南の区域でしか発見されていないがプテラノドンの化石は非常によく見られ、プテラノドンはおそらく海面の生態系において主要な要素であったと考えられる。 海底には、ピエール・シェイルで、化石化された殻が見つかっている巨大な二枚貝である、イノセラムス・イナサーマスがいた。イノセラムスは、崩壊石のプリズムによる、真珠光沢を持つ厚い殻を有していた。その巨大さは濁った海底に適応し、酸素濃度が低い水中で生き残るためにエラを、発達させる必要があったためであると古生物学者は、考えている。WSTNN トン。 ICV, WSTNN, トン。ICV, KRT, S, ちょい、ない。E、BRR, NC, 原文では、トラクション、語訳の可能性ありえ B, シェイル、イコール結案。カンザスの8不思議化石爬虫類の一覧参照。ありがとうございます。